はい、どうも。今回は、ガルベージ要塞の探索となります。前回ソロムグ、ね、通ってジノまで来たわけなんですけれども、ガルベージ要塞の出入り口がちょっと見つからなくてですね、今回もう一回リベンジというか探してみたいと思います。多分ジュノから行く分にはすぐに見つかると思うんですよ。もう道のりはよく覚えてるんですが、なぜかメリパトから来る道のりで見つけられなかったんですよね。はい。で、ちょっとここからソロモグからの移動となりますけれども、じゃあその間に実はガルレージュ要塞はレベルキャップが95か90ぐらいの時かな、サポジョブではないな、ニアカやってたんですけれども、そのニアカのジョブレベル上げにすごい使えたレベル上げの場所なんですよ。ニアカといってもですね、まあ、私メインナイトと多分赤魔同士ナイト赤、はい、ナイトサポジョブ赤で、もう1アカウントは、まあ、レベル上げたいジョブレベル1から、はい、でとりあえず連れてって、まあ、2人パーティーを組んでたんですね。で、まあ、経験値増幅エンチャントアイテムとか使ったり、あとはレイジャーの試練じゃなくて、なんだっけ、本がありますよね。本を受けて、本のやつ受けて、多分本のやつ受けられましたよね。で、それを受けて、ガルレージ要塞のある場所でレベル上げやってたんです。で、どういうレベル上げかっていうと、これオハンを持ってるナイトしかできないんですよ。オハンを装備して、で、片方はサイクロンなんとかっていう WS が使えるように探検を装備してるんです。探検プラスオハンナイト、はい。で、これの組み合わせでガルレージ要塞の下の方、下っていうのかな、穴がありますよね。穴っていうか床が抜けてて落ちてしまうところ、あそこにカブトとかそういう視覚感知の敵がいるんですね。で、そのカブトをいっぱい集めて、もうトレインを作るんです。で、トレイン作っても大量に引き連れて、で、階段のところまで逃げて、で、階段のあるポイント、これが難しいんですよ。あるポイントで真正面に敵を一手に、集めなきゃいけない。ご飯って前方にしか効果がないんで、後ろとか横から叩かれると盾が発動しないんですよね。はい。で、まあ、特定のポイント、これ見つけるのも大変だし、まあ、人によってね、このポイントがいいっていうのがあるかもしれないけれども、で、とりあえずそのあるポイントで大量の兜、まあ、20体とかそれを目の前に集めて、サイクロン H でしたっけ、とりあえずサイクロンなんとかの WS で一掃するんです。で、ご飯って TP がすぐ溜まるんですよ。はい、敵から攻撃を受けるたびにですね。はい。だからそのサイクロンなんとかを連発して一気に倒す。で、その時の経験値で、ニアカの、ね、ジョブを上げる。そういうのを結構長い間繰り返していて、それで獣人印象だとか、あと敵倒した後にほら高箱を出る時ありますよね。はい。そこで出てくる高価なアイテムとかを売ってお金稼ぎにもなる。もうかなり一石二鳥三鳥ぐらいする、そういうレベル上げを当時やってたんですよ。で、今できないのはいろいろな理由があって、もうレベルキャップが99になっちゃったから、もうそこにいる敵がもう練習の相手になっちゃったんですね。だからもう倒しても経験値が手に入らないと。はい。まあ、そういう稼ぎ方してたんですが、多分それやってたの私ぐらい、いや他にもいたかもしれませんね、別の時間に。だから結構見られてましたが、はい。で、ガルレージ要塞に着いたんですが、はい、マップはこんな感じです。正直道は覚えてないです。で、今向かってるのは、HMM、あれを倒しに行くっていうのが目的なんですよ。で、今向かってるんですが、いやー、もうこういうダンジョンの道のりは全然覚えてません。
まあ、なんとなく進んでいけば、つくよねっていう形で。多分ね、マップの右下です。あっちに向かえばいいなと。で、ところどころ穴がありますよね。で、この下が、結構レベルの高い、兜が多くて、それで、はい、さっき言ってたレベル上げです。ニヤカのジョブレベル上げをいっぱいやってました。ニヤカはもう全ジョブ、はい、上げようと思ってまして。私自身はそんなにジョブ上げてないんですけどね。落とし穴は多分なかったんで、普通に見た目を気をつけていけばいいかと思いますが、ちょっと行き止まりですね。カコガルレイジとかもよく言ってましたね。レベル上げとかで言ってたのかな。まあクエストだったような気がしますが、ちょっと落ちないように気をつけて歩かなきゃいけない。で、これそんなに難しい道じゃないんですけど、落ちる人は落ちちゃうんですよね。なんかクエストとかでもこの行き止まりとかでなんかたぎってた気がしますが、はい、着きました。ここからさらに奥へ行くんですけども、あれ、これどうやって開けるんですかね。確か4人乗って開けるっていうのを覚えてるんですけど、これも何か簡単になったっていうか緩和されたんじゃないかなと思うんですが、これ喋れば勝手に行けるんでしたっけ。なんか大事なものがあれば、ん、この良い重さ、あれ、やっぱり行けないのかな。なんか大事なもの持ってれば通れるみたいな、ウィンダス の赤白黒がいたらみたいな、そんな仕組みになってなかったっけ、ならなかったっけ。あれ、やっぱり過去から行くしかないのかな。いやー、多分ここダメか。いやー、無理っぽいですね。ちょっと今回は諦めます。鳥居さんを見に行きたかったんですけどね。まあとりあえず他のところも見つつ、思い出の下の方のエリアにも後で行ってみたいと思います。というか今行きます。ここですよ。ボムとかはできる限り絡まれないようにしてましたね。カブトとコウモリかな、それに絡まれるようにうまくトレインを作って一箇所に集めてですかね。私クリムゾンの足を持ってるんで逃げ切れるんですよ、うまく。で、ここまでいっぱい引っ張ってきて、ちょうどこの角っこのところで敵を集中させて、それでサイクロンをぶっ放してやってました。いやー、結構ですね、なんか他の人から見たらなんかすごいログが流れてたみたいですね。一気に敵を倒したり、はい、まあ一気に敵からね、攻撃のログがいっぱい出ますから。で、ある時外国人の人からなんかテルだか、あ、テルじゃないな、シャウトでなんかこう名指しで文句を言われたっぽいんですよね。はい、で、GM コール初めてしました、この時。はい。まあ、そういうログが流れるのがすごい迷惑だったと思われますが、まあ、ログはね、チャットフィルターすればいいけれども、まあ、もしくは重かったのかな、敵を集中させることで。上の階でレベル上げしてた人からの苦情だったかもしれないですね。まあ、もう定かではないですが。あ、とりあえずちょっと効果音がでかいんで、ちょっと小さくしてます。はい。動画撮るときにちょっと音が響いてあれかなと思ったんで、まあそんな感じでここでナイト
使ってレベル上げやってましたけれども、あのサボ、あ、サボじゃない、ニアカノンですね。まあ GM コール初めてしましたけど、その後どうだったんでしょうね、よくわからないです。 GM コールされた人はどうなんでしょう、 GM から文句というか注意がいくんですかね。で、そんな感じで今上の方に戻ってきましたけど、やっぱり向こうにあの門を通る方法はないか、なんか緩和されたんじゃないかなって私の記憶違いですかね。で、じゃあ今どうすればいいんでしょうね、テレレベル上げの人たちとか、こうミッションを進める人たち、一人じゃできないことはどうしてもできないですよね。いやー、やっぱりでも緩和された何かがあるかもしれない、私が知らないだけで、もしくは引退した後にできたかあるんじゃないかと、あくまで予測です。はい、じゃあそんなところですかね。今回は特に NM もいないようですし、はい、じゃあ今回のガルレージュ要塞の探索、まあ散策動画はここまでですかね。はい、ちょっとあんまりいいネタはなかったかもしれないんですけれども、はい、以上、にゃんにゃんクリーパーでした。